フィル・スミスはアメリカプロリーグ NBA で活躍したアフリカ系アメリカ人の元バスケットボール選手。カリフォルニア州サンフランシスコ出身、サンフランシスコ大学出身。ポジションはシューティングガード、身長193センチメートル、体重84キログラム。1974年に入団したゴールデンステートウォリアーズにてルーキーイヤーから優勝を経験。 旧シーズンの NBA キャリアの大半をウォリアーズで過ごした。ジョージ・ワシントン高校時代にオールアメリカンに選ばれたフィリップ・アーノルド・スミスはサンフランシスコ大学の夜間クラスに進学。キャンパス内で行われたバスケットボールの練習試合に参加したところ、同校バスケチームのコーチ、ボブ・ゲイラードに見出され、2年生のシーズンには平均15.0得点。 3年生のシーズンには18.7得点、最後の4年生のシーズンには20.7得点の成績を残し、すべてのシーズンでカンファレンスのオールチームに選出され、最終学年ではオールアメリカンにも選ばれた。卒業1年前の1973年には ABA のバージニア・スクワイヤーズから指名を受けている。また彼の背番号20は同行の永久欠番となった。 1974年の NBA ドラフトで2巡目、全体29位指名でゴールデンステートウォリアーズに入団。ルーキーシーズンは平均7.7得点の成績を残した。ウォリアーズはシーズン前に大黒柱のネートサーモンドを放出しており、苦しいシーズンを送るだろうと思われていたが、ディック・バリエイラの活躍で48勝を挙げて、カンファレンス首位の成績を収めると、 プレーオフも勝ち抜き NBA ファイナルに進出。ファイナルでは60勝を挙げたワシントン・ブレッツとの対決となり、ウォリアーズの快進撃もここまでと思われたが、第一戦でルーキーのスミスが20得点を挙げる活躍を見せて、勝利するとともにブレッツに快進の先制パンチを浴びせた。この第一戦の勝利がシリーズの流れに大きな影響を及ぼし、ウォリアーズは 周囲の予想を覆す四戦全勝でブレッツを破り見事に優勝を果たした。優勝に貢献したスミスは NBA 一年目からチャンピオンリングを獲得することになった。ファイナルでの活躍の予勢を買ってスミスは1975から76シーズンに入ると大きな成長を見せる。スミスは 前年を大きく上回る平均20.0得点4.4アシストの成績を残すと、オールスターにも出場し、さらにオール NBA セカンドチーム、オールディフェンシブセカンドチームにも名を連ねた。スミスの成長に後押しされ、ウォリアーズもフランチャイズ記録となる59勝を挙げている。以後もスミスは、AS のバリーの相棒として、ウォリアーズの中核を占めたが、 ウォリアーズは59勝を挙げたシーズンを頂点に徐々に衰退を始め、そしてスミス自身も1979から80シーズン開幕前の練習でアキレス腱断裂という大怪我を負い、この怪我が元でパフォーマンスが低下し始めた。そして1980から81シーズンにはワールド、B フリートの交換でサンディエゴクリッパーズにトレードされ6年所属した。 ウォリアーズに別れを告げた。その後シアトルスーパーソニックスに移籍し、1983年に現役から引退した。サンフランシスコ大学にはスミスの名前を冠した奨学金が設けられている。またウィリー・ブラウン元カリフォルニア市長は9月27日をフィル・スミスデーと制定した。引退後はサンディエゴで株の中外人として働いた。晩年はガンを患い、 5年の闘病の末に2002年7月30日、50歳で亡くなった。ありがとうございます。